行動山本仏伝地図行動教団は、天台宗大僧正岡野正道と岡野公子によって設立された、北ッ系の新宗教である。霊友会系教団の一つに分類されるが、その遠隔と教義から、天台宗系教団とも分類され、同教団では、後者としている。行動教団は、仏教の精神を現代人が正しく理解し、 日常生活の中に実践することを目標とした、実るホッケ業、熟役消防を協議とする。教団では、ホッケ業の教えとは、慈しみ、思いやり、友情の心を持って、日常を生きることだとしている。行動とは、盾には、父母、祖先に対することしての公養の道、また、子や子孫のために、 子孫の幸せと繁栄を念願する道であり、横には友人、四季をはじめ、生きとし生ける者へ、慈悲の心を持って生きる道であるとしている。これが何より大事であるとしている。究極的には、行動は宇宙崩壊の真理に従う、高純指導の法であり、真理を解き明かした、法華行の趣旨に一致する、実践道に他ならないのである。新宗教教団に分類されるが、 伝統仏教の合同組織である、全日本仏教会に加盟している。a b 島田博美、現代日本新宗教百科柏書は処方、P266P268。ありがとうございます。